誰？回答、私は適合者の敵ではありません。レビアタンはそこにいて、私が倒してくるから。警告、空間内部からの干渉検知、速やかに疑似空間からの脱出を推奨します。任務を遂行の防衛。放送システムに干渉できるエージェント、子供騙しもいいところね。レビアタン、あなたは何かに抗ったり誰かを守る必要はない。ただ私に守られていればそれでいい。エラー検知、適合者のステータスに不一致を確認。そこで待ってて、あの放送システムを破壊してくるから。違う、師匠はそんなことを言わない、言うはずがない。何か気に障るようなことを言った？私に守られたいと思っていた。だからいつも私にくっついていたんでしょう。孤独を感じたくなかった。だから私の元にいたんでしょう。あなたは師匠なんかじゃない。あの声を信じるの？ならずっとここにいたいと思わせてあげる。レビアタンは私に守られるべき存在。それを証明するのはとても簡単なことだから。群れで行動してるペンギンたちも
いずれは一人で雪原を乗り越えなきゃいけない。極地で生きる生き物はみんなそうだからって。私もその例外じゃない。だからこうして頑張ってるんだよ。危険に遭うたびに師匠に守られるって分かってても精一杯頑張ってるの。いつか自分の力だけで雪原を乗り越えて師匠の隣で戦えるよう必死に。ねえ師匠、これなら師匠も少しは認めてくれるよね。だからさ、私もう行くね。理解できない。理想に満ちた夢にいながら過酷な現実に戻ろうとするだなんて、一体その行為に何の意味があるの。本当にどしがたい。ごきげんよう、メルビレイの適合者。私はナビと言います。